皆さんこんにちは。イスラエル在住の美食ソムリエ朝子です。実はこの度インスタグラムのアカウントが乗っ取られました。インスタグラムのアカウント3つ持っていて、一番メインに使っていた美食ソムリエ朝子のアカウントがフォロワーさんが1万800人ぐらいいたんですけど、うっかりしていて DM で来た、メールに青バッジの申請受け付けました、承認するからこのリンクから飛んでくださいっていうメールが来て、でそのメールが来た元もこうインスタグラムのサービスアカウントみたいなので、なんか11万人ぐらいフォロワーがいるアカウントだったので、なんかもうちょっと真剣に考えれば、ゆっくり考えれば、落ち着いて考えれば絶対怪しいなってわかるんですけど、あ、そういえばちょっと前になんか申請を送ったかもと思って、まあ、こんなねフォロワーさん1万人しかいなくて、イスラエルに移住したばっかりの一般人が青バッジがつくはずがないんですけど、こうなんかイスラエルの平和ボケというか平和な生活にこううつつを抜かして、あ、毎日幸せだな平和だななんて思って過ごしたんで、ちょっとそういうセキュリティ面すごく甘くなったなっていうのがすごく反省点で、まあ、それにアクセスして、そのリンクにアクセスして、自分のアカウント名とメールアドレスとパスワードを入れてしまいまして、そしたらログアウトされてしまって、同じメールアドレス使ってたもう一つのアカウントもログアウトされて、でメールアドレスに新しいメールアドレス変更しましたみたいなの来て、なぜか2段階認証もなんか突破されていて、もしかしたらどっかでこのことで私が押したのかもしれないんですけど、全然ログインできなくなってしまって、他の、コーヒーアカウントとかワインアカウントは、全然問題なく使えていたんですけど、まあ、念のため、パスワードを変えて、でもう一つ同じメールアドレスで使っていた別の、まあ、子供の出産の時に作っていたアカウントはパスワードを変えて、まあ、使えてるんですけど、メインアカウントだけが乗っ取られてしまって、デッドバー当たって、まあ、朝起きたらプロフィールのところになんか乗っ取ったんで、ビットコインでお金払ってねみたいな、連絡先ここだよみたいなのが書かれていて、あ、お金請求されてると思って、まあ、でも多分お金払ってもその返してくれるような優しい人しないと思うので、あ、もうこれは返ってこないかもと思ってすごく残念な気持ちでいます。アカウントの取られてしまったのはまあしょうがないというか完全復活だったんで自分の責任なんですけど、まあでも命取られたりとか家族傷つけられたりとかしたわけじゃないので、まあ写真のデータ携帯とかデジカメに残ってるし、子供の写真も全然載せなかったので、まあ、大丈夫かなと思って、まあ1万人のフォロワーさんすごく残念ですが、新しいアカウントを作成してまた一からやり直し出直しますので、どうか皆さんフォローの方よろしくお願いしますというお知らせでした。今日はすごく早口でしかもこそこそ喋ってるのはパルコとのお昼寝してるからですね。今2時半なんですけど、なかなか子供がお昼寝しなくて、お散歩に出て多分1時間ぐらいお散歩しててベビーカーでも全然寝なくて、これはしんどいと思って、もうこれはインスタグラムのアカウントに乗っ取られたし、子供も嫌だしないし、もうアイスでも食べようと思って近くのジェラート屋さんでジェラートを食べてきました。結局お昼寝はもうギン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 最後泣いて寝ないってなって、最後音楽かけながらゆらゆらしてうーって言いながら寝ました。もうなんかそっちの方がよっぽど辛いって感じです。インスタグラムのアカウントが取られても命取られたわけじゃないから、でも子供が眠い眠いって泣き叫んで30分くらい泣き叫んでたり、夜中中こう高熱出して寝られないしんどいって夜中中泣きじゃくってる夜は全然なんてことないなって、そっちの方がよっぽどしんどいなって本当思いました。なので、新しいアカウントを作るので皆さんもよろしくお願いします。食ソムリエ朝子は変わらず実在しますのでよろしくお願いします。インスタグラムのアカウントはこれから一から頑張りたいと思います。